山の神メイリマイナスは、気象予報士、防災士で NHK の気象情報を中心に出演している。ウィング所属、香川県中田土郡万能町出身。京都女子大学発達教育学部教育学科に入学する。小さい頃から植物が好きで食べられる草を探すことを趣味とし、通学の折にカラスのエンドウについて調べるため書店に入り、 自然のコーナーに向かったところ、気象予報士の本があった。読んでみるとこれが面白く、ハマってしまい気象に関する仕事なら何でもやってみたいと思うようになる。2010年に気象予報士試験に合格する。小学校教諭及び中学校、高等学校の音楽科教諭の免許を取得しており、同大卒業後は東京都新宿区の小学校教諭を務める。 共有となってからも天気に関心を抱き続け、朝の会でも天気に関して話すことが楽しかった。子供たちとの生活を送る中で、その一生懸命に学ぶ姿に触れ、自分ももっと学びたい。挑戦したいと思い、気象会社を受け入社する。気象会社在職中は、テレビ局向けの気象情報の原稿執筆や、データ放送の使用の決定などを手掛けた後、テレビ出演もこなすようになり、 2014年、日本海テレビのニュース番組、エブリワンの気象コーナーに、千葉県幕張より中継で出演した。気象コーナーを担当し、自分で伝えられる、楽しさを知り、NHK 大阪放送局の気象キャスターオーディションを受け合格。2016年から2017年度の NHK ニュースおはよう、関西、ぐるっと関西お昼前で、気象キャスターに起用される。 2018年度から2020年度まで NHK ニュースをはよう日本で全国の気象情報を担当。2016年に防災士の資格を取得している。星印は現在出演中。ありがとうございます。